ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ブレイキングダウン結構いろいろ大変やったみたいで、松井健と撮影して、何が不服なんて、あいつをあの外に出してはいけない。実際どうだ、その訴えるの、診断書もあるし、あとはもう行くだけなんですちょっとまあご飯行こうや、はい、ありがとう、ね、ご飯行きます。はい、エバタ君、なんか傷ついたエバタ君をですね、ノッコン寺田はあの松井健の場合僕パフェで癒したので、あのエバタ君の場合は、お好み焼きで癒したいと思います。お腹いっぱいになってね、あのすっきりしてもらえたらなって思うんですけど、まあ、まだちょっとイライラしますか。でもそれはね、納得はしないですからね、普通に。でも正直な話、もうまたやってボコボコにしたらいいだけなんでっていうのはありますけど、僕的にはね。で、多分試合前でね、減量マンってちょっとお腹も空いたっていうのもあるんで、うぅこちら、あの今日松井健さんに来てもらったのは、あのエバタって知ってますか。ああ、いつか知っとるよ。あの松井健に襲撃されたじゃないですか。危機管理がなってないんで、もう一発バシッとバシッといっとる、はい、バシッとちょっと後ろからバシッといっとる、はい、襲撃してもらいますか。襲撃してる、反撃されるかもしれないんで、そこだけ気をつけてください。OK、はい、OK、よし、ご飯いっぱい食べて、エバタ君が気持ちよくなってもらえた。
そうですよね。あんまり注意されたら大変。大変だって松井健と同じ体型の人用意してあなたすぐ倒されてるじゃないですか。だからダメなんですよ。あなたが悪いんですよ、そういうところは。だからここはね、こっち耐えてください。はい、この体勢なんか結構ね、しんどいことはしんどいんですけど、まあ、ちょっとあの相手の手の状況を見てもらうと、はいはい、結構あの相手の手がパーになってる状態ですので、はい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 、ちょっとあのこちらの空いているどちらかの手で相手のですね、どこかあの触れる指のところを一本あのきちっとあの取っていただき、そしてあのまあ逆方向に若干こう曲げるだけで相手はびっくりして力が入りますので、まあそれをちょっと利用して離れる。あーなるほどなるほど、こういうのが使えるんじゃないでしょうか。あーなるほど。一度じゃあ松井健に一回やっていただいていいですか。はい、この状態ですね。なのでちょっとまあパニックになってしまうんですが、例えばこの辺りですね、はい、何か取れるのであれば指を一つ、はい、まあ、ちょっと逆にグッと回してやると、はい、これないとちょっとびっくりしますんで。あ、なるほど。でもしあの気持ちに余裕があれば、はい、このまま後頭部で一旦頭突きか何か入れたり。はぁ、あ、はぁはぁ、なるほど。で、腹っ端に入るその瞬間に、まあ、こちらの方が、まあ、ちょっと防具になる。どうですか。ちょっとでも、その緩いからわからない。いや、やらんねん。ですか。何、テイク2やろうとしてる。いやいや、そんなことないです。ちょっと強めに突然、じゃあちょっとリーチメロってやっていただいて。あ、はい、わかりました。一応強めに見た方がいいから、ね、そのまま2本でも1本でもいいので、あかん、はい、そまだ、あ、と弱まりそうなので、まあ、そのまま後頭部で続きを入れます。はいはい、はい、続き入れて、まあ、余裕はこう。なるほどなるほど。あーなるほど。はいはいはい、指がきますからね。やり方はもうこれで持って、まあ、そう、これで押して失礼して余裕あったら振り向いて、そう、これで松井健に押さるのか。大丈夫、じゃあ最後大きくでちゃんと行くで。健さんお願いします。うん、健さんじゃあお願いします。健さん、あ、来た来た、松井、ここや、ここや、松井松井松井オッケー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 。ちょっとこれはエバーちゃん達人、これ、あれはちょっと無理無理ない、無理無理でしたね。あの無理だったそうなんで、まだあの襲われてもちょっともう無理というか、襲撃側も学習してた。ケンさん、ありがとうございました。あの、こんなしょうもない企画に来てます。いえいえ、あの、本来、あの、この体すごいでしょ、ケンさん。195チャンネル、チャンネルやってます。1チャンネル、YouTube やってますか。1チャンネル、あ、リサイクル1で、あ、リサイクル、リサイクル1で YouTube やってます。あ、そう、結構体強いんですか。達人、どうですか、この体。いや、すさまじい体ですね。あ、達人、最後、脳いけます。パワー、出た、ほら。おいっす、よしよし、よっしゃよっしゃよっしゃ、全然よい、よし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 、松井健、もう襲撃すんだよ。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。